アクソナ側の戦いとは、ガリア戦争中の紀元前57年に、ベルガイ系スエッシオネス族出身のガルバを、総司令官とする、ベルガイ人連合軍とガリア総督、ガイウスユリウスカエサル率いるローマ軍の間で、行われた戦いである。ボセグスの戦いによって、ゲルマニア人の脅威が去ったガリアでは、ベルガイ人を中心に、ローマの支配をも大破しようという動きが起こりつつあり、 ガリア族衆総督カエサルは、ウェソンティオに駐屯していたティトゥス・ラビエヌスよりその旨の報告を受けた。カエサルは、ベルガイ人の動きを、ガリア征服への口実として利用すべく、第13軍団、第14軍団を当たらせるとともに、レミ族へは、ローマへ平坦面での協力を要請した。ベローアッキ族、ベローベシ、スエッシオネス族、ネルウィ族、 アトレバテス族、アトロボティーズ、アンビアニ族、アンビアニ、メナピー族、メナピー、カッティ族、ウェリオカッセス族、ビリオカシーズ、ウィロマンルイ族、バイロマンド、アトゥアトゥキ族、アジュッツー氏、コンドゥル氏族、コンドラシー、エブロネス族、カエロエ氏族、カリッシー、パエマニ族、パエマニラ、ベルガイ諸部族の連合軍は、スエッシオネス族の族長ガルバをリーダーとして結束し、 ローマへ味方することを決したレミ族への制裁を呼び、カエサル軍のガリアからの排除も狙って、アクソナ川沿いにあったレミ族の上司、ビブラクスを攻撃した。カエサルはビブラクスへ、ヌミディア騎兵、クレタ級兵、バレアレス族の投石隊等から構成される援軍を送り、カエサル自身は、アクソナ川を後輩とした、小高い丘の上に陣地を張って、ベルガイ人と対峙した。 ベルガイ人は、アクソナ川の浅瀬を渡り、ローマ軍の兵舘戦の寸断を狙ったものの、カエサルは、騎兵部隊や救兵部隊等の軍を率いて、ベルガイ人を撃退した。カエサルは、これとは別に、ハエドゥイ族に、ベルガイ諸部族の集落を襲撃すべく指示を出しており、ベロワッキ族の領土に到達したことを知った。ベルガイ人らは、自らの領土へ退却を始めたが、 退却に移った、ベルガエ人をラビエヌスらが指揮を取るローマ軍が追撃し、大混乱状態となった、ベルガエ人を多数殺害した。ローマ軍は、アクソナ側で、ベルガエ人を撃った余生を買って、スエッシオネス族の主流、ノーヨドゥムヌ、ゲン、ソワソンを攻撃した。堅牢な城壁や深い棒に阻まれ攻略に時間を、要物の,の、スエッシオネス族は降伏して、ガルバは、 自身の息子2名を含む人質をローマへ提供した。また、ハエドゥイ族に攻撃されていたベロワッキ族も、ローマへ人質を600名供出することを条件に、ハエドゥイ族の仲介もあって、降伏が認められた。また、スエッシオネス族以外にも多くのベルガエ人が、降伏したものの、一方でボドゥオグナトゥスをリーダーとする。 ネルウィ族やアトレバテス族らは以前として、カエサルへの抵抗を続けており、カエサルは引き続き軍を率いて、ネルウィ族の領土へと向かうこととなった。ありがとうございます。